代理衆議院下村春君でございます。岸信千世さんは2世3世というふうな揶揄されるようなメディアの報道がありますが、私はこれほど素晴らしい新人はいないというふうに本当に思っております。信千世さんがフジテレビを辞める辞めない時からすでに報道されておられまして、当時はですね、安倍晋三元総理大臣、安倍さんにはお子さんがおられない、できたら信千世さんをいずれ将来、もちろんすぐ安倍晋三さんが引退されるというわけではないけど、あと2期か3期した後には信千世さんのような人が欲しいということを永田町の我々の中でですね、そういう話がありました。ただ残念ながら安倍晋三さん、昨年4月8日砲弾によって倒れ、そして同時に、これも残念なことがありますが、岸信夫さん、まだまだお元気で安倍派を継ぐのは信夫さんではないというような期待感もあった中ですね、今回病で早く勇退されるということの中で信夫さんを継ぐのはやはり信夫さんだという流れが来たというのは、当然のことだと思います。私は出陣式幾度四国旅行しまして、吉田真嗣さんがしっかりと安倍晋三元総理の地盤を継いで志と、そして覚悟と、またこれから日本だけなら世界を活躍する、そういう候補であると思いましたし、信千世さんも同様にこれからふるさと山口のため、そして日本国の代表としてこれまでの岸家、そして安倍家、この山口は明治以降そうそうたる政治家が輩出しているものでありますが、その歴史の中でも負けない31歳ですから、31歳の岸信千世さんが皆さんのお力で立派な成績でまず初陣を飾ることができれば、大きく大きく世界の中で真ん中で大活躍できる、総理大臣にもなれる可能性がある、私はそういう思いを持っております。2日前に駅と4区入りました。企業周り、団体周りをさせていただきました。そして今日また来ている、なぜ今日また来ているのか、実はそんなに選挙が楽ではない、先ほどお話がありましたように熊毛地区では負けているかもしれない、全般的にもですね、決して優位な状況ではない、ふかふかしてられない、そういう思いで今日すぐ私も3日目来たところであります。今日は岩国を中心として企業団体周りをして、そして後ろの個人演説会にさせていただきます。